はい、お世話になります。機動戦士ゼータガンダムより HGUC144/1 アッシマーです。こちら2005年6月発売、販売価格が2200円となっております。さあ、では早速アッシマーの機体解説から確認していきましょう。 NRX044 アッシマー、大気圏内での自力飛行能力を持つ最初の可変モビルアーマー。開発はニュータイプ研究所の一つであるオークランド研究所で進められる。なお、型式番号の N はニュータイプ研究所の略とされる。当時、モビルスーツ用サブフライトシステムとしてベースジャバーや土台階が開発されているが、母艦の搭載スペースを余分に消費する上、サブフライトシステムが撃墜された際にモビルスーツの戦闘展開能力が著しく低下するという問題があった。またサブフライトシステムは上昇性能が低く迎撃機としては役に立たないため、本機が開発される。上半身を円盤状に変形することでリフティングボディとし、脚部の変形による強力な推進機構によって戦闘機に匹敵する機動性を確保しており、上昇能力も優れている。変形用のパーツ及び各可動箇所にはマグネットコーティングが施されているため、変形に要する時間はわずか 0.5 秒であり、モビルアーマー形態で上空に侵入し、瞬時にモビルスーツに変形して自由落下しながら白兵戦を行い、またモビルアーマーに変形して高速離脱といった従来のモビルスーツでは考えられない戦闘パターンを展開することが可能となっている。機体色は上半身がダークイエロー、下半身がダークグリーンを基調に、モノアイ周辺など一部が赤で塗り分けられている。開発は宇宙世紀83年より着手されており、可変機構もモビルスーツ形態時の関節の自由度を高めた程度で問題も比較的少なく、宇宙世紀85年には試作機が完成し、同年半ばにはロールアウトしてテスト部隊による運用が開始されている。テスト中の本機を目撃した民間人からは、空飛ぶ円盤を見たとの通報が連邦軍や警察当局に多数寄せられたという。量産性も高く、モビルスーツとしての性能も優秀であることから、一年戦争で喪失した戦力の補充としてもニーズが高く、正式採用される。量産当初は北米の部隊にのみ配備されるが、ティターンズの後押しによって連邦軍の各基地に配備されている。耐久性、耐弾性も高いが、変形時に展開する胸部装甲は弱点となっている。また武装がビームライフル1丁のみであることから、火力の充実が求められ、新型機としてギャプランが開発されている。なお、本機は強引な飛行形態のために墜落が相次ぎ、早々に表舞台から消えたとする資料もあるが、宇宙世紀96年には本機のモビルアーマー形態を踏襲した後継機であるアンク社が開発されている。はい、ということです。では続いてアッシマーの機体構造について。まずは頭部。モビルスーツに必要な各種機構に加え、高速飛行時の航空管制用レーダーやセンサーが実装されている。アンテナはマルチプルロッド、ブレードアンテナとしての機能のほか、サーツセンサーの機能も備える。メインカメラは旧ジオン公国のモビルスーツと同様のモノアイが採用されている。劇場版では100式のクレイバズーカ3段によって、頭部を被弾した際に破損したモノアイの代わりに3機のサブモノアイを使用している。また頭部にコクピットがあり、頭部後半の装甲をスライドすると右側面にハッチが現れる。モビルアーマー形態では装甲はスライドしており、劇場版では機首下面、設定画では上面にハッチが位置する。コクピットは当時の標準的な前転周囲モニターリニアシートが採用されている。脚部。モビルアーマー形態時はメインスラスターとなるが、同形態でもいわゆるガオーク形態のように脚部を展開しての歩行やホバリング、さらには飛行中の方向転換も可能である。推進機関はロケットエンジンと熱核ジェットの2節があり、後者では大体部の先端がインテークであり、モビルスーツ形態では基本的にシャッターで閉鎖するとされる。
ドラムフレーム。本機はまだムーバブルフレーム技術が確立されていない時代の開発であり、基本的には既存の技術のみで製作されているが、戦闘中に可能なレベルの速さでの変形を可能とするため、モビルスーツ形態の背骨にあたる部分にドラムフレームと呼ばれる複数のディスク状のフレームを組み合わせた可動パーツを設置し、これを中心に各パーツ及び各ブロックを稼働させている。ドラムフレームは招聘された一年戦争中から飛行型モビルスーツの可能性を模索してきた複数の技術者によってジムクエルのフレーム構造を応用して独自に開発されたと言われるが、キャトルといったモビルスーツ以前の作業機械に端を発する構造であり、旧ジオン公国のオッゴやそこから発展したガザシリーズにも採用されているとも言われる。ホバリングノズル。モビルアーマー形態の機体下面左右にある4筋のスリットで、劇中でも上昇時に噴射が確認できる。モビルスーツ形態ではうち4筋が前腕部、残る2筋は肩部アーマーに位置する。はい、ということです。では続いてアッシマーの武装について。大型ビームライフル。空力特性などに配慮したシンプルな形状と縦長の方向が特徴的な専用武装で、主に六角形が連なったように見えるビームを発射する。出力は 2.6MW で、航空機的な運用とモビルスーツとしての運用の双方に対応した出力調整が可能となっている。ライフル側のマウントラッチは稼働し、モビルスーツ形態には全部のラッチにマウント可能で、モビルアーマー形態ではそのままグリップを収納して機体下部に嵌下し使用する。はい、ということです。では続いてアッシマーの劇中での活躍について。テレビ版ゼータの第13話で初登場。ティターンズ側に着いたばかりのオークランド研究所所属のブラン・ブルターク少佐が登場し、ハイザック6機からなるブラン小隊を率いてカラバが占拠しているケネディ宇宙空港を襲撃。ジャブロー降下作戦を終了し、宇宙へ帰還するエウゴのメンバーが登場するシャトル2機の打ち上げ準備の最中であり、大型ビームライフルでシャトル1機を撃破。神指弾のガンダムマーク2やクワトロバジーナの百式を翻弄し、ロベルトのリックディアスを撃破する。打ち上げ後のシャトルにも追いすがるが、百式とマーク2に妨害され撃破できず、モビルスーツ形態の変形時に本機の弱点である胸部装甲が閉じる直前をマーク2に狙い撃たれ後退する。第14話では接収したスードリでカラバのアウドムラを追跡。ギャプランのロザミア・バダム率いる小隊に続く第2波として出撃し、百式とマーク2の攻撃をかいくぐりアウド村に肉薄するが、アムロ・レイが登場する輸送機をぶつけられ左足を失い撤退する。第16話ではヒッコリー上空で小隊と共に出撃してアウド村を襲撃するが、アムロのリック・ディアスにビームピストルで弱点を再び狙い撃ちされパワーダウンを起こし、マーク2を道連れにしようとするも最後はリックディアスのビームサーベルに胸部を貫かれて撃破される。劇場版では星を継ぐ者ではテレビ版の第14話を、恋人たちでは第16話をギャプランと共闘の形に変更した上で、ほとんどが新規作画で描かれているが、最後はテレビ版と同様。なお設定ではモビルスーツ形態での本機の頭頂高は 19.3 メートルと当時の通常のモビルスーツ18から19メートルより若干大きい程度だが、ブラン機はテレビ、劇場版ともに通常モビルスーツより一回り大きく描写されている。第37話ではティターンズのカタール防衛隊所属機が複数登場。降下するアウド村のモビルスーツ隊を迎撃するため3機が出撃するが、戦果などは不明。さらに市街地に侵入したカミユのゼータガンダムの迎撃に2機アジス・アジバ注意とマイクが登場が出撃。マイク機がゼータガンダムの攻撃を受け市街地に墜落しそうになるが、アジス機がモビルスーツ形態の背中で受け止め、さらにゼータガンダムが補助することで免れる。議会放送でのクワトロの演説を聞き、
ティターンズの存在に疑問を持ち始めたアジスの機体は、通信施設を破壊しようとするティターンズの別動隊のハイザックの乗るベースジャバーに体当たりするが、弾き飛ばされ地上に不時着。窮地に陥るゼータガンダムを狙うジェリドメサのバイアランの前に立ちはだかるが、バイアランのメガ粒子砲で胴体を射抜かれる。爆発はせず、ハジスも一命を取り留めており、直後に本機2機がバイアランの前後に降り立ち、戦闘中止命令が出ていることを伝える。武装として大型ビームライフルが付属します。腰部背面にマウント可能です。専用のスタンドが付属します。モビルスーツ、モビルアーマーどちらでもディスプレイ可能で、不使用パーツを背面に収納できます。ハンドパーツは握り手とライフルの持ち手となります。首関節、胴体の肩、脇の下、腰、股間部、バックパック、上腕、大腿部、下腿、ビームライフルにそれぞれ合わせ目が入ります。ある程度顔の向きの調整は可能ですが、干渉もあって首周りの可動域は広くはありません。肩関節の軸は前後上下に可動します。腕は地面に対してなんとか水平程度まで持ち上げ可能です。肩、上腕の付け根、手首に回転軸です。肘は90度ほど曲がります。前屈が可能で腰に回転軸はありません。横方向の開脚には制限があり、縦方向は大きく開脚可能です。股関節はボールジョイントで、遊びにより足の向きを変更可能です。膝は90度ほど曲がります。逆方向には曲がりません。干渉もあり、足首の可動域は広いとは言えませんが、開脚に見合ったもので地面の接地性は悪くはありません。はい、それでは最後に旧キットとの比較です。基本情報です。220分の1アッシマー、1985年11月発売、販売価格330円。そして HGUC144分の1アッシマー、2005年6月発売、販売価格2200円です。アッシマーの旧キットとしては、220分の1スケールでしか商品展開されていません。変形機構は実装されておらず、220分の1スケールよりもさらに小型のモビルアーマー形態のミニチュアが別途付属しています。旧キットは300円の商品ではありますが、造形プロポーションともになかなかの出来です。そして HGUC、 今から約20年前のキットではありますが、抜群のプロポーションに見事な完全変形、素晴らしいキットですね。当時劇場版のゼータを見て、アシマのガンプラを買った方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は DVD を購入して視聴し、矢も盾もたまらずアシマのガンプラを買いに行きました。はい、ということで以上、 HGUC144分の1アッシマーのレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。